アスキーマーズ。今、一つの惑星が死んだ。直径200キロの隕石が地上の動物を完全に抹殺したのだ。これはその星の動物たちを救うためにたった二人で戦った少年と少女の物語である。何も起きませんね。長老、もう2時間になりますよ。一体何があるって言うんです。黙って見ておれ。もうすぐ現れる。ちっ、あんた方の神様がどれほどのものか知りませんがね、惑星サイズの隕石の軌道を変えることはできんでしょう。8年後この星に生物が住むことは不可能になる。あなた方ビースチャン族の移住する星の手配も我々がきちんと行っております。この上何よ。来た来た来た、でかいぞ。神の使いだ。こやつらが見せようとしているこの星の生物たちを助けてくれる救いの船じゃ。おい、もういいぞ。カメラを止める。どうじゃ、これが我らの神が天より使わせた箱舟じゃ。初めてわしの予言が当たった。箱舟だったったちょ、うえぇ、長老。なんだこりゃ。ねえねえケン、これ見てよ。ほら、とっても綺麗な星。あ、それ地球だろ。新婚旅行はここに決めたわ。バーカ、誰がお前なんかと新婚旅行に行きたがるんだよ。それに先生が言ってたろ、その星の座標は大昔に事故で失われたって。じゃあケン探しといて、大人になるまでに。え、何をだよ。地球。何、約束。ちょっと待ってよ。見つけられたらケンのお嫁さんになってあげる。え、無茶言うなよ。メリークリスマス。ケン、いつまで食べてんだい。また遅刻しちまうよ。本部の裏に住んでるくせにタイ一番の遅刻王だって噂だね。父さんも天国で泣いてるよ。母さん、大事な相談があるんだ。何よ、改まっちゃって。例の箱舟のことなんだけど、男の乗員がまだ決まってないんだよ。それで
俺さ。ケン、私のことを心配して迷ってるとしたら、あんた大バカだよ。たった一回こっきりの、あんただけの人生なんだ。好きなようにおやり。でも母さん、俺はさ。はい。あ、はい、すぐ行かせますから。え？いやね、ベン、おばさんからかないでよ。隊長からよ、本部の2階の会議室まで駆け足で来いって。せっかく生まれてきたんだ、目いっぱい楽しまなきゃね。ほら、もう行きなさい。
さてと、遅刻の王様もご到着のようだから、早速本題に入るぞ。ほら、ケン、突っ立ってないで入れ。会議の趣旨は分かっていると思うが、簡単に説明しとこうか。いや、みんな知っての通り、この星に8年後、ちょうど級サイズの隕石がぶつかる。そう、通称死神、こいつだ。学者先生の予想では、地上の生命を完全に消し去り、以降2万年はどのような形の生物も住めなくしてくださるそうだ。おかげさまで、脱出プロジェクトの方は我々の貴重な休日を奪いながらも順調に進んでいる。さて、問題は箱舟、こっちの方だ。俺の誕生日の翌日だったからちょうど1ヶ月前だ。こいつは忽然と姿を現した。しかもとんでもないメッセージのおまけ付きでだ。メッセージの中身はこうだ。この星の動物を救いたい。ついては動物のオスメス各一匹、それに人間の男女を乗員として1名ずつ箱舟に乗せてほしい。もちろん自ら神様と名乗るやつの頼みなど無視するのが筋のはずだったんだが、どこでどういうことになったのか。連邦はこのヨタ話ゴーサインを出しやがった。おまけに箱舟に乗りたいと言い出すこっちこっちまで出る始末。そう、そこにいるケン、お前のよく知っているあのリンダだ。彼女は原住民ビーシちゃんとのハーフでもあるし、確かに動物集めにはぴったりだ。口は悪いが無口な女よりマシだろ。性格も悪いから対立はしないぞ。それに今時飯をうまそうに食う。さあ、もう分かったろ。残るはリンダの花婿男性乗組員1名、経験不問、一切の保証なし。我と思わん者は手元のボタンを押してくれ。強制はしない。以上、説明終わり。ケン、一応もう一度だけ確認するが、箱舟はどこに行くのかさえ分かってない。命の保証なんてはなからない。それでもいいんだな。よし、箱舟の男のクルーはケンで決まりだ。みんなも自分の業務の妨げにならない範囲で剣に協力すること。以上、解散。剣、何ぼーっとしてやがんだ。今頃になって悔やんでももう後の祭りだぜ。さ、気が変わらないうちに箱舟に行ってクルーの登録を済ましちまいな。
くらい避けられないの？相変わらずとろいわね。箱舟のクルーにもなかなか立候補してくれないし、他のやつに決まったらどうしようかって心配してたのよ。そういやケン、あんたまだレベルが1なんだって？女の私でさえ2レベルなのよ。せめて3レベルは欲しいわね。可愛いリンダさんのためなら3レベルくらい楽勝でしょ。とにかく3レベル。分かったわね、3レベルよ。それまでは絶対私に近づかないでよね。じゃあよろしく。ケン、志願してくれてありがとう。ママ、先に行ってるわよ。ごめんなさいね、ケンちゃん。うちの娘ったら、昔からいつもあなたにばかり面倒かけて。頼むわね、ケンちゃん。たとえどんなことがあっても、リンダを守ってやってね。お願いよ。気が変わらないうちに箱舟に行ってクルーの登録を済ましちまいな。メリークリスマス、ケン。リンダからのメッセージを伝えるね。102号室で待ってるわよ。だってさ、覚えたかい？兄ちゃん、あんな可愛い彼女がいて、羨ましいな。
ベンから聞いたよ。クルーに立候補したんだって。ありがとうよケン。実はね、ベンと賭けをしてね。もちろん私はあんたが志願する方さ。せっかく生まれてきたんだ、目いっぱい楽しまなきゃね。ほらもう行きなさい。